Please select your character. あ、わんさんお手でペルペル。Platinum the Trinity. いや、まあ、本当すごかったですからね。Rachel Alucard.では2回戦、これを勝てばベスト4ということでプラス1ポイントが入ります。カーゲツレイジェル対アロインプラチナ、ロボイチが立っているが刻んでいるゲイダンが取る。ゲイダン立っている。ここでアイスから投げ、攻めが強烈すぎる。ゲーダン通す。ここはバーストで引き返して位置も入れ替えて、もうちょっとマミサーが通らなかったが、コナーが拾ってちょっとレイチェルの体型の問題なのか、コンボミスがちょっと目立ちますが、ノーボーイフライパンが通る。ここでバースト、見えない、物理的に見えない。ダリアのウスさんから本体で重ねて崩していく。1ラウンド選手は過激のレイチェル、カゲジャンビーで勝ち込んでいく。すぐに画面端入るから攻めけ、ここでノーボイ球団が通る。マッチを引き返してプラスのターンへ。ゲイダン立っている。あと電気椅子ちょっと早かったんですが持続が長い。こうなるとこれはもしかしたら足りるのかな。ちょっとミスる。しかし依然レイジェルが足で触っている。あまりにも厳しい。最後は大砲引っかかって勝利したのはカゲツレイチェル。プラスポイント第一人者ですね。ジンジンジンキシンジンキシン、イザナミ転生、いやイザナミ、イザナミ、事故らせればイザナミも破壊できるけど、ニーヤイザナミを破壊するのは相当に困難かと思われますが、どうなっていくのでしょうか。これはうまい。ちょっと高すぎて届かなかった。あれは仕方なさそうです。ここでちょうどベンジャーになったところでカズラのコンボが始まる。ベンジャー分で3800、時間だけだが通る。ここでバット、これはカズラのターンが続きます。一回ダメージ取ってガッチャンに切り返す。立て張ってジャンビー引っかかる。画面端までこうなるともういつもの置き攻めがついてきます。カフェのラッチャンで無理やりダッシュして裏から殴って1本取っていたのはジュノのカグラ。
もう開幕6試合何でか引っかかっている。大事故ですね。おっとここちょっとミスりましたが、それでも3400は減っている。おまなげは多分届かなかった。中段が通る。ダメージかけて着地中段。一回飛んでいる。おまなげこれは高のペースだ。やば、こうなってくるともはや体力差など関係ない。足りないとは思う。いや、際どいですね。さあ、いるしっかりと倒し切っていく。1本取り返して 1-1 で最終ラウンドへ。じゃんけん頑張って。おっと、あまりにも高い。余裕が出ないか。高い、4600。ガーキャネ切り返して、さあ、で、当て触りに行く。下段は飛んでいる。ここでバースト。エッパーオカルがちょっとやばい。おっと、ここに入っている。ここはしっかりとゲージ入って倒し切っていく。最後の判断は見事なものですね。好き勝手させねえよ。では2回戦第3試合、すでにもう座っているマチマイ対アットライチ。この組み合わせはいつも残りといった感じ。今日はマイスターがいないので。お互いに陣に来ている。様子をかかって最初に大きく触っているのは町の前。早めのファーストでターンを回さない。しかし、ルーランは飛んでいる。位置で変わって、アントライチのコンボが始まる。フルタイプ前、しっかり落として。OB カウンターしているが、お互いに飛んで四隅からこういったことを出たのは町の前。ジャンシー叩きつけからしっかりと倒しきる。ゲーランが通る。中段はガードしている。変わって中段はガードしている。しっかりと高めの押し置き。4200投げ通して減点も通さない。コンボは安かったが、ターンでは止まるわ。ガーキャン家も引かせて反則。危なげなく町前が取っていきました。バンピがゆったりしたい。
先ほどフェイタンを倒していたアボンのナオト。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. Yes, タイス天天に対して。あっさりだ、あっさり、本気ですか？あっさり。どう立ち回っていけるか。2タイプジャイアンカウンターから一回と。もう伸ばしている。クルセイダーどうとして体重がしっかりと出ている。ちょっと安い気はするが2200とって落とす。バイクからコンボにはならず、ゲーダンコースするのはアボノナオド。先ほどについて今回もあるのか。裏側にジャンシーヒット。オーバードライブ中なのでそこそこ伸びるが倒すには至らず、ここでバスト。おっと最後はジャンシーでした。戦闘続行します。位置が入れ替わったので対空がこれされてしまった。日本選手は言ったのです。あのうちにしっかり飛び込み合わせたんですが、今後には至らず。ちょっと遠かったね。クルセイダー、もっとなんか化けている。中断は立っている。はい、ここで中断が通る。なんかいろいろと怪しいが、バーストが漏れて落として、勝利を警戒して、あ、これはうまい。体育は間に合わず、一本取り返していく。1-1で最終ラウンドへ。ここはしっかりと体育で落とす。歩いていたところに中段を差し込む。こちら中段を立っている。リアルゲージを変えてダウンしてコンボ。中段が当たっていない。2回目は立っている。しっかりする。ここは勝利で繰り返していく。ケースが高まり、近づいてきたところに体育。最後はターンに引っかかってユースタイスの勝利。